ステップ3、マックスウェル第4の方程式。さっきの2つのステップにはマックスウェル第3の方程式をやってたんですけれども、今回は第4の方程式については話したいと思います。まずはこれがワイヤーには電流流れてるんですけれども、さっきのステップにはそれが使ってたんですが、今回にはそれがちょっと作りたいと思いますね。まずは この電流がこっちの方向に来ていると、それの周りには電流が,がえっと磁場が,が流れになりますね。それが,まあそれがどのくらい強いか、それがっと半径に,には依存しますけれども、今回によりはこれが Right Hand Rule といいますが、それが電流がこっちの方向に行くと、 こういうふうには曲がりますね。で、それが、親指が流れている電流の方向に向かって、それを誘導磁場が,が指の方に曲がります。こういうふうにはれるでしょう。流がれるでしょう。そして、これが誘導磁場なんですけれども、それの大きさが、B の大きさが、ががと、μ0 の Water Water 二倍なんですかそして i、w a t e r r になるんですね。この i は電流としては r はこの距離。そしてこのゼ0としてはこれが,が当時率なんですが、それがさっきのステップとしては有電流率を使ってたんですが、今回は,は当時率を使ってますね。それがゼ0になります。そしてこれが 英語で,では permeability of free space なんですが、えー、と日本語では言うと、当時率です。で、今回にはこれが B 容サバール法則なんですが、そしてこれが、まあ、その距離としては依存している表現なんですけれども、それを消したいので、それが基本的なの方式にはしたいんですね。そしてこれが、 積分を取りましょう。それがループとしては、にはなるんですが、b.dl になるんですね。そしてこれも、磁場の大きさかける 2πr なんですが、これが μ0i になります。そしてこれが、アンペールの法則です。そしてそのアンペールの法則なんですが、それが、まあ、 マックスワル法定式には近いなんですかマックスワル法則に近いんですかまだ m ンの形には,にはなってません。そしてそれが電流の密度としては考えてみましょう。そして計算としては、これの面積としては必要なんですが、そのループが、がえっと まあその電流がこっちの方に流れてるんですが、それを面積としては通るんですよね。で、それがその B の,の地盤の輪になってるんで、それの面積でとしては考えたい。そうすると、それが電流の密度なんですが、それが J と呼びましょう。で、J、J="IWater"。その面積。まあ 考えると、それが当たり前と考えられると思いますが、それが通っている電流割るその面積、平均になるんでしょう。そして、それがもうちょっと汎用で書くと、一般としては書く方式になると、積分を取るなんですが、その J がその電流の密度 .da なんですか、その a は。 面積の直行のベクトルになるんですね。そして、こういうふうには書き直すと、b.dl、小文字の l になるんですが、それが、大文字の l の積分を取ると、それが、イコール μ0a の面積 j.da になります。そして、こういうふうには計算 は当たり前と考えられるんですが、これがについては問題になるんですね。そしてその問題を見てみましょう。例えばこれがコンデンサーの,の,のことを考えましょう。これがまあ、極板でと極板があるんですが、その2つの極板、えっと、胴体なんで、そうすると、その間にはまあ、 空間でと真空なんですが、そうすると、これがコンデンサー、カパシタになるんですね。そして、と左側に入ってきている i は電流なんで、右側も出てきているの、その i もあるんですが、間には電流流れてませんで、流れてませんが、間が電波あるんですね。その電波が e。 そしてのベクトルフィールド考えれるんですね。そして。さっきのワイヤー、あの入ってきているワイヤー、ワイヤの,のところなんですが。それの、の、電流流れ、流れているの、で。えっと、ビの、の磁場が、がで、は、えっと、誘導になりますね。そして出てきている側、にも、そういうふうには、になるんですが。 in の i と out の i は一緒になっているので、まあ、b は当たり前は一緒になるんでしょう。ですが、その、和を極板と極板の間に入れるとどうなるんでしょう。まあ、これが、電流流れてないから、これが j イコール0なんですが、計算すると当たり前には、 真ん中には磁場もないとは考えられるでしょう。そしてどうなるんですかね実は磁石に入れたら、それの磁場を測定することにはなるので、本当の、ラボロトリーでやることと,とあの、計算していることは合わないかから、何か先の,の作ってた 法則としては何か間違いか何かが足りないと考えられるでしょう。そして、ちょっと直してみましょう。問題は、これが動いている電荷は地盤にはなるんですが、それだけではないんですね。まずは、この A がその局番の面積として計算しますが、 これが、曲板と曲板の間には、まあ、無限大の曲の板ではないんですが、考えると、ととそれの間の距離と、と面えっと、大きさが,がかなり差が大きいので、それが、えっと、エッジと,としては計算しなくていいんですが、まずはそれの曲板の間には、 電波の大きさが、がその、大文字の Q が、が、と、極板についている電波なんですが、water ε0a。ε0 が、が、と、油電率なんですが、a が、が面積になりますね。そして、これが、電波の大きさなんですが、それが、時間によって変化になっているんでしょう。そうすると、 変微分の方程式で書くと、エプソロン0、パーシャル a l E, パーシャル a l T にな,になって、それが A 分のパーシャル Q, パーシャルティ T になります。そしてこれが、まあ、このパーシャル Q, パーシャルティ T には、それが時間によってどのぐらい電荷変えてるのかは考えられるんですが、そしてそれがもちろん、えっと、面積によって、えっと、 そういうふうにはなるんですね。そして、これは、電波の,の,の3になるんですね。そうすると、これが、partial Q partial T equal I。それが入ってきている電流ですね。そして、書き直すと、これが、まあ、displacement current density と言いますが、それが JD が,が、その、displacement とのことを考えるんですが、 そうすると、最終的に書き直すと、こういうふうになりますね。L によっての積分、b.dl、b, d l b. D l と小文字の L 両方はベクターになるで,ですので、それの内積、equal μ0A の面積としての積分の括弧 j、j plus ゼ0 partial e partial t dot da になるんですね。そうすると、と、これが、こういうふうに書くと、これがマックスワルの第四方程式になります。